指の成形なんですけれども、芯として導線を通してですね、そこにパテを持って、作ってみたいと思います。ホームセンターで安く買える 0.3 ミリですね。これより細いのはちょっと模型屋さんに売ってる分で高くなってくるんでね、これをメインで使いたいと思います。こういうことですね。瞬間接着剤はボークスが扱っている合着という、瞬間接着剤を使います。少しサラサラなんですけれども、流れ出すほどサラサラではない感じですね。これを伸ばしランナーのね、先でちょっとすくいまして、先ですくって持ってくると、パテを持ってみたんですけれども、なかなかね、やっぱり導線がツルツルなのでうまく、漏れませんでした。一回紙やすりで表面を荒らしておこうと思います。こう導線を包み込むようにというよりかは、導線の上からこうちょっと押し付けて回り込ませるような感覚でやってあげた方がうまくいく感じですね。そしたらこれを取り付けてみます。ちょっと塊気味なので、ラッカーシンナーを使って少し滑らかにしておきます。関節になる部分に、マジックで点を打ちます。こことここなんかは平面と言いますか、直線になるはずなんですね。コキッと曲がると思うので、今ここが丸くなっているのを削ってまっすぐにしたいと思います。